チョレこんばんざい、今日は開始からいるので終わること ないよね。アプリが落ちたらごめんね。アプリが落ちたらすまん。それこそもうチョレの呪い。今日は新宿アルタキスタジオさんで、配信ライブとアイチャレありました。お祭りよかった、ありがとう。昴生さんこんばんざい。島田さん半角こんばんざい。ハロートム、ハロー、 Thank you for amazing live show、 ありがとう見てくれて。王子さんこんばんざい。超元気なの、なんで、どうして元気なんですか。明日的な今日はもうというか新宿レニーでライブがあります。これは有観客ライブと対人物販があって、物販時間にオンラインを並行して行う予定ではあるので、ライブに来れない人もチケット持ってない人も特典は買えるよっていう感じです。お願いします。ハリーこんばんざい。ヤッホーデニーズナウだよ、いいね。デニーズのパフェ食べたい、パフェ。悟空さん久しぶりこんばんざい。今日は、4曲あったんですけど、金魚の歌、願い星、桜散る、お祭り騒ぎの4曲、今回島田さんは全て出演させていただきました。ありがたい、ありがとうございます。アーカイブがアイチャレの公式チャンネルから見ることができるので、ぜひ見てください。見てない人はで、見てくれた人もぜひハッシュタグバンザイジャパンをつけてツイートで感想をツイートしてくれると、とてもとても心が温まります。よろしくお願いします。明日は半日休みだから、おーいいね。 GTR さんこんばんざい。明日的な今日の大抵なんて後で出してくれると、あれなんかいまいち出していいのか分かんなかったけど、出していいのかね。出しますね。バンザイジャパン、明日は新宿レニーは13時10分から13時半がライブで、終演後物販で14時から14時50分です。よろしくお願いします。だからその14時から14時50分の間は、オンライン楽市楽座も並行して行う予定なので、ぜひ予定を空けといてください。暇な人は。20〜30分待ち、わお。まあいろいろあるよねこの時間はね。クーさんありがとう。久しぶりにこの洋服着たのよ今日。ちょっと帰り寒かったな、半袖じゃ。でも明日も22度とかでしょ、雨が降るけど。でも長袖じゃきっとムシムシするよねって思っている。シャインマスカットのフェ、あー食べたいんだよね、シャインマスカット食べたいんですよ。職場のアプリがデニーズと一緒になるから、それも兼ねて。寒いよねやっぱ明日。
でもいいね、寒くなるのはとてもとても嬉しいけど、何着ようか迷っちゃうね。可愛くて似合ってるね、ありがとうありがとう。そうそう、あのアイチャレのもアーカイブで見れるので、ぜひご覧くださいませ。ジャムさんこんばんざい。もしその明日、まあわかんないけど、ライブの時間13時10分から13時半も空いてたら（笑）という感じですね。種ごと皮なし、え、間違えた、皮ごと種なしジューシー、いいね、いいじゃん。まさるさんありがとう、ただいま。さすがに急にね、急にフォーメーションはやらなかった。そうなのよ、ちょっとこっちは無理でしたね。あの遠征組は9人で、9人ぶっ通しで出てるんですけどこっちはそこまで勇気が出なかった安心安全を取りましたね。とりあえず髪ちゃんと洗ったら綺麗にグリーン取れたから、もうちょいしっかり試してみます。うん、明日も物販とオンラインを同時にする予定です。まあ、環境見てっていう感じですかね、レニーだと多分。すると思っていただい、あーダメだな（笑）かっこ仮です。そうそう、カラーワックス、鬼滅の刃のカラーワックスなんかたくさん買ってくれて、使ってくれたりとかしているのを見ますよ嬉しいね。推しと同じ色、島田さん歌い出しセンター多くて嬉しみ。センター多かった朝写真ツイートして寝ちゃったから名古屋行けませんでした。弾丸名古屋。でも名古屋行ってもあれじゃない、ギリギリに今日のそのライブのギリギリに帰ってきて、そのままレニーでライブ。でも超綺麗でしょ画質、 YouTube めちゃくちゃ綺麗だったよね。すごかったよ、綺麗なので見てください。島田さん、カメラが島田さんを抜いてないの、おいおい思ったけどいやでもそれはね、あらかじめどこで誰が歌いますよみたいなのはさ言えないからさ。
あ、アーカイブもね見たけどちょっとずれてたな。に願い星ぐらい、2曲目ぐらいからまあちょいずれはありましたが、そうそう。白鶴丸さんこんばんざい、やっほー。行くなら新幹線一択。おお、3時間ぐらい、3時間もかかるか、かかんないか。トムさんありがとうございます、見てくれて。 TT さんこんばんだい、やっほー。諦めきれないから21日の京都も調べてる。おお、すごいね。ふっかるだ。行くかは別として、うん、トゥルル、うまっ、うまっ、ありがとう。まあ見てると脳内補正しちゃうんだけどね。そうそう、島田さんはなんかねそこまで気にならないタイプなんですよね。なんかそこまなんか大幅にずれてたらめっちゃ気になるけど、そんなに、トモさんこんばんは、シューマくんこんばんは。金魚の落ちサビの後あたりからずれてて気持ち悪く、あ、嘘、そうそうそう、無料で見れるからね、しかもアーカイブまで残っちゃう。家からだと京都まで3時間ちょっと、うん、新幹線で3時間、顔面がいいですか、ありがとうございます。無常さんこんばんざい、たけちゃんさん、さい、特に埼玉県、ありがとうございます。コメント、日本の魅力を世界に発信していくアイドルグループバンザイジャパンの埼玉県の伝道師島田玲奈です。よかったらバンザイジャパンの公式ルーム、公式ツイッター、公式インスタグラムのフォローと公式 YouTube チャンネル登録、あとよかったらこの個人ツイッターもとインスタグラムのフォローもお願いします。おつとまさんこんばんざい、えちょはさんこんばんざい、はくんこんばんざい、むひろさんこんばんざい、つっちーさん、つっちーさんだって、つっちーやっほー、元気、かわいい。ふる兄さんこんばんざい、キースタでのライブお疲れ様、ありがとう、見てくれたのかな、ありがとうございます。ふる兄さんは行かないの、京都名古屋に。注文できた、何食べるの、これから食べるの、ご飯、いいね。そろそろ会いたいね、ね、全然会ってないよ、つっち、もう忘れてんじゃない、島田のこと。そういや腹痛どうなった、あの多分低気圧ですね、低気圧のせいです。雨が降る直前とか結構すぐお腹壊すんですよね最近。大変なの。わけあって行けない、本当は行きたいけど、そうなの、何があるんだろう、まあ詳しくは聞かないけど。明日も朝早いのよね、明日はっくん来れんの、俺に。明日はね13時10分からのライブ出演ですよ。
主食はマスカルポーネとナスのマルゲリータパスタ。気圧の変化で頭痛になることある。あーでもレナは最近はお腹とあと何貧血、座ってるだけでもクラクラしちゃう時あるから。お遊びな写真だったからご機嫌を損ねたかもと心配してました。あ、島田の写真全然大丈夫綺麗に撮ってくれてありがとう。気圧ってお腹にも来るの？そうそうそう、最近多いんだよね、めっちゃお腹に来る。うちは頭痛と鼻詰まりと咳。そんな来んの？島田玲奈率いる万歳ジャパン感あってかっこよかった。いやそこまでではないんですよ。あとオニオンスープいいねと、めったに食べないローストビーフとか細かいのとかクーポンいっぱい選んだ。いいね、今日の瀬取りよかった、ありがとう。チケットは買ったよ、あとは朝起きるだけ、頑張って起きてください。頑張れ。え、ハックンって遠征行かないの？行くのかと思ってた、レナ。なんかそんな感じのツイートしてなかったっけ。貧血だと鉄分不足もあるかもね。忘れてた、鉄分のゼリー買おうと思って忘れてたよ島田さんに忘れられてるかもって一瞬思ったけど、島田さんなら大丈夫か、大丈夫かと思って会いに来ないのはまた話が別だ気圧ね、気だるかったに頭痛とかいろいろ、そうそうそう、しかも台風系はね、梅雨はね、梅雨もまあいろいろやばいけどね。さあ起きられるのか、起きられるジャンボさんなら紹介します。私の知り合いの医者、羽鳥さんですか、ハーさん。ありますかね、ちょっとそこまで島田さんは引っ張れない明日の夜にバス乗って21の京都から合流。わお、気をつけてね。イライラはカルシウム不足とは関係ないんだよ、リマさんの解説が分かりみすぎてでも立証されてないんだね、何なんだろうね会いに行かないわけじゃないよじゃあどういうわけなの牡蠣入れない、牡蠣食べられない、食べられない、当たったわけとかじゃなくて苦手だ牡蠣は何か久しぶりにライブした気がするな、リリーベから2日間ぐらい空いたのか、3日そう、苦手牡蠣。だから今日普通にライブ行く前に何持ってったらいいんだっけって一瞬めっちゃ考えたもん全部入れてバッグとかに荷物持って家出てからずっとそわそわしてんの、だから忘れ物ないかなまあ会ってないけど覚えてくれてるって信頼してる、覚えてるよ、2、3日で久しぶりとか、そうそう、なんかもうね麻痺ってんのよ感覚が。鉄分だとプルーンを食べるといいらしい。あー、プルーンね、一時期なんかめっちゃ流行ったよね
ニはしばらく食べられなかったけど食べれるようになった。ウニも食べれないレナ。牡蠣は亜鉛が豊富。うーん、8ヶ月会ってないの？マジ？やば。半年以上会ってないんだ。やばいね。ゆうきさん、こんばんざい。あ、食物繊維はね、いろいろ取れるものはあるんだけど。ライターさん、こんばんざい。起きてた。明日ライブありがとう、待ってるね。気をつけてきてね、早いからね。今日も皆さんありがとうございます。93人の皆さん、こんばんざい。日本の魅力を世界に発信していくアイドルグループバンザイジャパンの埼玉県の伝道師、島田玲奈です。明日的な今日9月20日日曜日は、新宿レニーさんでライブがあります。まあ配信等々はツイッターをご覧くださいあるかないか。オンラインは多分並行してあります。物販と14時から多分公式ルームを使って、バンザイジャパンの公式ルームを使って、そのライブに出ているメンバーで、対人物販と並行してオンライン楽市楽座というものをこれ行わせていただくと思いますので、会場に来れない方も配信を見ていただければ嬉しいなと思います。ぜひバンザイジャパンの公式ルームフォローしてください。よろしくお願いします。そして21、22日は遠征組の物販時間に合わせて、個人個人でオンライン楽市楽座をさせていただきます。ちょっとメンバーによって出れる時間、できる時間とできない時間があるので、そこは各メンバーのツイッターをフォローしていただいて、随時チェックしてください。よろしくお願いします。島田さんも出しますね、予定。今日も皆さん来てくれてありがとうございます。もう1時だね。明日も朝早いので寝ますありがとうございました。また明日ね、バイバーイ、おやすみなさい。バイバーイ、おやすみ。